日本ハムの新庄剛志監督が27日に就任3年目となる来期の続投への意欲を示した。報道陣から監督3年目について問われ、もちろん、もちろん、完全燃焼させたいっていう、すべてにおいて、と答えた。昨季はダントツ最下位に沈みながら、今期は現状で4位と大健闘。 新チルドレンの成長が指揮官のモチベーションを上げる最大の要因だ。西武戦、那覇での試合前、報道陣に囲まれた新庄監督は周囲に記者歴を尋ねつつ、俺はマックス3年かな、と仕事に対する見方をとろ。監督業も3年が一区切りとの姿勢を示した。最終的ににはは僕は野球が一番好きだからその前に 求められれなないいかもしれないけど自分で「お願いします」って言っても「分かりました」っていう場所じゃない言葉を選びながらも監督としてのやりがいを口にしたチーム成績の向上もさることながら個々の成長が何より嬉しい万波清美や鈴木北山ら我慢の起用を続けてきた若手は投打の中心に成長 田ただし、江越、加藤豪ら獲得を熱望した選手も期待に違わず主力となった昨年なんかボール球はガンガン振るし打率はみんな2割2分猛同しようかなってでもよう成長してくれたと思いませんと新庄監督未熟な若者が殻を破りそれが勝利につながる。 指揮官としての醍醐味、醍醐味を今まさに味わっている。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。なんやかんや本人が野球が好きで一番と再確認したとなると、監督辞めたときに何をするんかな、解説者とか流行らなそうだし、しかしこの時点で来年が最後とか言ってしまうと、 去年の矢野阪神みたいにチームの士気が下がる心配はないだろうかまだまだ荒いとこたくさんあるけど若手が育ってきてるからもっと強くなるともし今期か来期かやめても数年後に新庄がまいた種って言われると思うあとは投手陣の総ね、FA もいるようだし来年もあるかは今年次第差はあるけど A クラス入りはしてほしい 短すぎても長すぎても上の方々の人気の上限は分かりにくい。